Thank you.
本とは大臣のオフィスですね。正面に大きな建物ですね、病院。便利なバスは三菱というバスでしたけども、それはちょっと25年前もう壊れちゃったから、今そんなドイツのバスですね、ベンツ。ベンツレミシパークはアンタナリブの中に西の方にあるところから、じゃあまっすぐ道です。でそんなバスです。町から町まで、あのバスの量は違うです。右側に前アフリカに一番大きな病院でしたけど、今ちょっと2番目3番あれどこに撮ってる？あ、入った入った。あ、ベビーみたいな。これ、ベビー。あ、ベビー。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 出ますね。今練習。でも、1ヶ月、2ヶ月くらい。うん、本当だ、ベビー。生まれた。近づいてもいいですね。大丈夫ですか？足元だけ気をつけてください。En bas, ils ne sortent pas parce qu'il y a la rivière qui délimite la réserve. L'eau, ça fait une barrière. C'était au départ, c'était en 2000. C'était difficile de le passer. C'est un petit peu de rien. Des questions.あ、でっかいシーパップだ。わあ、あ、あ、やった。あ、取れた取れた。ありがとうね。でも今撮れたからよかった。ちょっとだけでも少し落ちたよ、一応でも。あ、いた。やった。または前も降りてきて。そろそろ。そういうな感じ。こんな感じ。そんな感じ。今、あっちまで。わー、すごい。終わりです、あっちまで。親子、賃金、産業は。ジャンプ。チャンネル、ミスキッチンザーも。あ、ちょっとだけ行くよ。あれ、見るかな。はい、そろそろ。そろそろ、そろそろ、はい、1、2、3、そうです、そうです。じゃあ、チャンスが良かったか。
少し頭黒いですね。うーん、違う。違うですね。けどまだインドリカ。あ、本当だ。あ、本当だ。今飛んだ。今と飛んだ。今へこんな種類ですね。もう絶滅してきた。そうなんですか。そうですね。で、ちょっとオーナーさんはもう5年間1匹しかいなかった。だからあちこちに相手を探して許可書を作って。でなんかいいのはやっと見つけました。で今家族はもう4人、やばいやつ4人になりました。いやいや、よかった。あ、本当だ、いっぱい上に3匹を見たの。今3匹親子かもしれません。あれ、あ、でかすぎた。横飛びもできます。はい。本当だ、頭が黒いですね。白いところがね。少しモニなども茶色っぽい。もらった教育はいい子教育ではなくて悪い。わがままはわがまま、誰でもわがままですけど、何パーセントわがまま。フランスのは100パーセント。そうそうですね。じゃあ4匹ですね。1、2、3、4。一匹は全然動いてない。よくあの立てているから。で、自然的に。だから飛ぶときにバランスですね、その尻尾。横飛びも出ます。まだ毛の切る。あの色飛ぶ。テルテルは小さいから。小さいですね。蝶は自然的にちょっと自分に出たのが。蝶は早く回していて。Ça c'est le jeune du groupe, hein. Il a un nom, celle qui est au milieu. Ça c'est la mère, ça c'est le père, et le grand frère qui est derrière. Manaona. Oh, aïe aïe.怒ってないの、取らないの。なんかこう怒ってね、何って顔して。あっちに一匹行ったから、あっち行きたいんだよね。ああ、そうかもね。
Combien?頑張れよ。そこに取っちゃおうか。なんかして。これすぐなんかあるよ。ああ、ほらし、フィカリナミソギャリンのタタチギャリアリアプフォン。こっち。ほんの少しでいい。少し。ベレベレ。うん。あ、言われてゼロなってよ。喧嘩してる。あれ、同じことしてるよ。同じこっくり。同じな人間とねえ、だから海シャシマナレアプリ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 アはだから手使わないでもうこうやってたまあやっと使った、うん、もう一回その時で真上に隣に3匹ですね。見つけて。かわいいですね。顔を見せてくれないかな。あ、目向いてるな。口から見えるかな。あ、見える？寝た。あら。あれ。どれ。ああ。わからない。まだチャンスよかった。他の種類も今いる。え？まだとてもいいですね。困った。
うん、ということで、あとボマブ全部取ります。これ違うんだ。普通はあのキツザー、インドリーカキザーっていつも4つの記号を持っているんですね。コミュニケーション。あとなんかテルテル守る。こっちは このまま見ると全然わからないミスを、うん、本当だ。この中にちっちゃい4年前、5年前も砂まだいっぱいですね。4年前とか、ちょっとオーナーさんのはびっくりした。卵を産んで、で10月くらい暑すぎて、赤ちゃん出ました。今もう4歳、5歳くらいでしょ。あ、本当だ。竹の中です。竹の元。そのベビー。ああ、ベビー。本当だ。ベビー。この人かわいいよ。ほら、ちっちゃいの。左の方に小さいですね。なんで？ほら、わかる？ちっちゃいのいるのわかる？そのマンガルうん、左。左、左。あの辺、あっち？うん。赤ちゃん、親子、その真ん中。本当だ、赤ちゃん抱っこして。なりゃ。
De votre côté gauche, les tortues. Hein. もどるときにまた、こっちに。あ、牛ですね。ウンディ。これは牛。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 ヤギ、ヤギです。牛。ヤギ。ちょっと、綺麗な戸は、前、カーペット。作れる。え、いいですよ。今、だんだんちょっと。 どこでもいます。そんなヤシですね。油取れるヤシです。だんだんなくなっちゃって。で、今いるクジャクはジンバブエから取れてきた。ダチョウもそんな感じ。ダチョウもいたんですけど、 ちょっと食べちゃったか。日本でもね、ちっちゃい時に食べた。そんな感じですね。わあ、でっかい。大神。最近私の夏の、まあ、その、売り切れには、あまり細く大きくなるんだけど、小さいから。あ、これ小さい。小さいな。なるほど。ちょっと200年まで生きられる。<笑> のしべの方もっと使う使わないです。ちょっと前から。いい新しい。連れてきたところですね。まだかさ、ここで、ポンダ。ポンダ。日本語でわかります？わからない。なんと言いますか？ここに絵入ってる。埋めるときに。 よかった、ここぐらいですね、3時ぐらい。はいはい。中に平らな石もありますけど、ペットに出て上に置きます。私の民族ですね。民族ハイランドのところ。隣に南の方、まだお墓。で、大きさは大体大きいですけど、それらは一人。 こっち向いてくれたらいいけどね。本当だ、でも猫みたいな。<笑>